ディアーガンとは、中央情報局によって開発された FP、FP-45 の後継作となる拳銃である。単発式のディアーガンには、ベトナム民主共和国兵士に対抗する、ベトナム共和国のゲリラへ供給する兵器としての意図があった。ディアーガンは、アルミニウムの鋳造品に機関部を設けて作られた。機関部は、この兵器の長部にシリンダーを成形して作られている。激震。 コッキングノブは機関部後方から突き出ており、射撃するには引き出してコックした。またプラスチック製のクリップが暴発防止のために設けられていたが、ディアガン自体は他に機械的な安全装置を装備していない。中空のグリップにはチェッカー模様が浮き彫りになっており、ここに三発の q x 1 9ト、mm、ルパラベラム弾を収容するほか、重心から使用済みの薬莢または 未使用の弾薬を片付けるロットも付属していた。兵器の追跡操作を妨げる命令により、ディアーガンには、生産工場や使用者を特定できるようなマーキングは、何もなく、すべての銃がマークのないポリスチレン製の箱に3発の9ト、mm、ル弾と、共に収められ、銃の操作説明書にはイラストが一通り描かれていた。精准用として長部に、溝が刻まれていた。装填と、 空薬強除去、抜け弾のため、重心はねじ込み式になっていた。撃発可能にするには、コッキングノブをコック完了まで引き出す。アルミニウム製のトリガーには、トリガーガードが付いていない。ディアーガンを装填するには重心をねじ外し、後端の薬室に 9mm 弾を込めた。激震を引き出してコックし、小型のプラスチック製クリップを激震を取り巻くように、取り付けることで、 激震の前進を妨げ、暴発を防止した。それから装填済みの重心が再び機関部にねじ込まれた。プラスチック製クリップを除去して、重心の上部につけると標準装置になり、トリガーを引くことで激震が前進し、銃が発射される。この時点で、もし機械があれば、銃の使用者は犠牲者から装備品を奪い、それから逃走する。この後、 使用者は重心をネジ外し、銃口からロッドを突き入れて空や鏡を抜き出して、銃を再装填し、所定の手順に従う。1964年、1回の量産実行によって船長のディアーガンが生産された。最終的な費用は1兆あたり3.95ドルと計画された。ベトナム戦争は小さな内密の戦争になるよりも、むしろ全面戦争にまで移行したため、 ディアーガンは予期されたような役には立たなくなった。いくつかの個体はベトナムで評価を受けたが、残余の運命は知られていない。多くの資料ではすべてが破壊されたとしている。ありがとうございます。